こんにちは。ということで、今回は、大須の商店街を巡りながら、美味しいスイーツを撮るという動画をご紹介していこうかなというところでございます。今途中までね、Vlog 見ていただいていて、突然私に切り替わるっていう謎の動画なんですけど、実は現地で、今からこういうの行きますよっていう動画を撮ったんですが、帰ってきて、動画、見直してたのね、編集しようとして。そうしたら、本当恥ずかしいんですけど、私のあまりにも、むくんだ顔に自分でびっくりしました。ちょっとこれはね、人様にお見せできるものではないという判断をして、自粛させていただこうかなっていう結論に至りまして、今別撮りをさせていただいております。ごめんなさい。多分ね、前日に多分しょっぱいものを食べちゃったんでしょうね。あとね、撮影に行く前日ってルンルンして、夜全然寝つけないんですよ。毎回そうなの。で、大体なんか3、4時間睡眠で朝レッツゴーってなってしまうので、まあ、ひょっとしたらそれもあって、パンパンに丸々としたお顔だったんじゃないかなと思います。きっと、カメラマンの陽介くんも、この人全然コンディション整えてこねえ。思ってるかもしれません。本当ごめんなさい。というわけで、大須のスイーツ巡りの、Vlog を引き続きお楽しみいただけたらと思います。ではどうぞ。はい、ではスイーツ巡り始まります。今回バレンタイン間近ということで、バレンタインのギフトにぴったりなスイーツを探しに来ました。1軒目はベルギーのレオニダスというチョコレートショップになります。こちらね、ベルギー王室御用達のチョコレートショップとなっています。場所がですね、大須のスケートリンクの近くにあるので、この地図を参考に、足を運んでいただけたらと思います。店内はね、バレンタイン一色っていう感じで、ショーケースの中にチョコレートたくさん並んでます。私はね、6個セットのものを買いました。期間限定のチョコレート何かもあるので、ホームページとかインスタグラムとか覗いてから行っていただくといいかもしれません。宝石みたいに並んでてどれも美味しそうでした。続きましてランチに向かいます。スイーツ巡りをするということで和食がいいかなということで選びました。はるか昔ね、私大須の近くで働いていて、このお店もね、万象さんって言うんですけど、何回も足を運んでおります。品数が多くてお値段もお手頃で、ほんとおすすめしたいお店です。お食事スペース1階と2階がありまして、今回は2階にご案内されました。今日のお昼ご飯、ランチは私はこれを頼んで、陽介くんはこちらを頼んで待ってます。ランチが来ました。ちょっとずつだけど、これ全部食べたら絶対お腹いっぱい。こっちもすごくなる。カツがで、ご飯これを大盛り。いただきます。今どこ行ったの？お家でとんかつとかする？揚げ物は手間だしね、やっぱり。私、おかまいなしで全然揚げ物しちゃうので、手間だなって思ってないからできるんだよね。店内よりも食べたいもの食べたいか勝っちゃう。うん、じゃないとね。すごい、卵焼きにほうれん草、ほうれん草とか、ね、これ多分椎茸。美味しい。
いや、お家でもやりたいけど、ここまで作るのは大変。うんね、器の数も大変だし。夜出すメニュー、なんだろうね。あ、そういうことか。うん、おばんざいの、うん。なるほどね。はい、綺麗にいただきました。こちらもね、美味しかったね。食事を終えて今度はココクッキーズさんに向かいます。めっちゃ美味しそう。今度はあの1月の31日から2月14日、はい、バレンタインまで、はい、ゲートタワーの4階で、はいはい、あのイベントで出展させていただきますので、そうですね、ホールは、はい、ホールは毎日おりますし、うんうん、あのここでは販売してないオリジナルが、はい、オリジナルなラズベリー、ブルーベリー、ーストロベリー、はい、じゃあキャラメルと、はいはい、ピスタチオミルクかな、この5種類を、あ、そうなんですね、1個ずつ個包装で箱に入れて販売してます。へはい、3軒目は観音コーヒーさん。もうここは皆さんおなじみかなと思うんですけども、店内に入るとまずカウンターにこうやってコーヒーとか焼き菓子とかが並んでて、もう見てるだけで楽しくなっちゃう。私はね、このシャチホコのクッキー購入しちゃいました。すごい気になると思って目星をつけてたんですよ。で、もう一個ね、パウンドケーキも買いました。今日の購入品はね、すべて動画の最後にご紹介していきますので、最後までお楽しみいただけたらと思います。店内の風景、このカップが可愛くて買おうかどうか迷ったんですよね。一緒にグラスも売ってて、それもすごい魅力的でした。で、コーヒーは4種類くらいから選べて、私はね、あの酸味の少なめなちょっと苦味のあるコーヒーを選んだんですけども、本当になんか寒い中歩きまくったので、ホッとするひとときを過ごさせていただきました。もう少し暖かくなったらね、このテラス席でもお茶したいなと思います。で、最後にフライングタイガーによってお買い物も楽しんできました。こちらの購入品もご紹介してますので、最後までお楽しみください。はい、帰ってきましたという言いますか、翌日に撮らせていただいてます。もうね、昨日は帰ってきたらなんかもうすごい疲れてしまって、もうご飯食べてお風呂入ってすぐ寝るっていう時間の過ごし方をしてしまいましたので、購入品紹介はここから、やらせていただきたいと思いますので、お楽しみください。ではまずチョコレート、あのレオニダスというショップに行きまして、チョコレート6点セットを買ってまいりました。ベルギー王室御用達のチョコレートショップだそうです。パッケージこんな感じです。可愛いですよね。ちょっと中身は別の画像でこちらでご紹介したいと思います。いや、食べようかな、どうしよう。でもなんかせっかくだからちょっとこれ誰かにあげたいなと思うので、ちょっとこちらには手をつけないでおこうかな。ショコラソート 6P のものでして、お値段は1350円税込みでございます。確かね、あの期間限定のチョコレートも入っていたり、ハート型も入ってたりして、お値打ちなのになんかボリューミーで可愛いなと思ってこれを購入してきました。賞味期限は3月の31日までということで、ちなみに今日動画撮ってるのは1月の23日に購入してきての3月の31日まで賞味期限持つそうです。ごめんなさい。本当だったらね、美味しいとかで食べればいいんですけどね、なんかちょっとあまりにも、これ私一人で食べるの贅沢すぎんと思って、誰かにあげたいと思います。で、続いて行ったのが、クッキーショップです。ココクッキーズっていうお店になりまして、こんな感じで、そのままクッキーが入ってるの。ちょっとお皿に出して見せますね。あ、これもちょっと別の絵で見せようかな。はい、こんな感じのクッキーになっております。チョコレートと、シーソルト、海の塩が混ざったチョコレートで、確かにね、塩が乗っている。見えるかな？と、もう一個が、ピーカンナッツのクッキーです。
これ絶対香ばしくて私好みと思って買いました。で、もう一個がホワイトチョコレートとこれラズベリーだったかな。この三つ。で、一個が多分400何十円とかだったんですよ。450円とかのクッキー。420円とか400円台のクッキーがこうショーケースに並んでて、で、3つで1200円ですよって言われて、あ、じゃあもう3つ買いますって言って、その場でこれ、これ、これって選んで購入してきました。で、まあ、バレンタインデーで言うと、チョコレートがちょっと苦手っていう方もいらっしゃるかもしれないですが、クッキーだったら食べれるよっていう方には、ここのクッキーね、すごいボリュームもあるので、プレゼントにはいいんじゃないかなと思います。で、このままあげるのもアメリカンで可愛いけど、可愛い絵柄のジップロックとかに入れてあげたりとかね。そういうのもいいんじゃないかなと思います。職場で配るとか、仲良しのお世話になった方にお渡しするとか、そういうのに適してるんじゃないかなと思って、私は今回買ってきました。ただ食べるのは私ね。このクッキーはね、ちょっと私の中でも、楽しみで探しに行ったお店だったので、ぜひぜひね、概要欄にも店舗のこととか書いておくので、チェックしていただけたらと思います。では続き。もう皆さんご存知、有名な観音コーヒーさんに行ってきました。ここでは普通にティータイムで寄ったのももちろんなんですけど、観音コーヒーさんって、店頭のカウンターにね、焼き菓子が、こう、バーって並んでるんですよ。で、私はそれもちょっとね、見てみたいなと思って、今回立ち寄ったんですけど、これ可愛くない？巾着にしてくださるの。で、テイクアウト用の、こういうペーパーバッグ、これは無料でいただけるんですね。で、その他多分有料のものが、こう、段階踏んであると思うんですけど、ボックスとか。これは無料でもらえます。で、私が購入したものは何ぞやかと言いますと、シャチホコ型のクッキーでございます。ビスケットですね。可愛くないですか？名古屋城の上に飾られている鎮座されているシャチホコさんをかたどったクッキーです。これ細かくない？こう、細工が。すごいよね。で、目のところはアラザンになってるの。お友達同士とかでちょっとお渡しするのにいいんじゃないかなと思います。で、これと、あとは私が、パウンドケーキが好きでして、こちら。ドライイチゴとホワイトチョコレートの入ったパウンドケーキを買ってきました。え、もらったら嬉しくない？こういうの。なんかちょっと仕事の合間に、こう気分転換に甘いもの食べたいなって時に、私はこういうものがあるとめちゃくちゃ喜ぶ人間なので、同じ気持ちをお持ちの方に会えたいなと思って買ってきました。よくない？私の今回のセレクト、チョコレート、もう本当に王道のチョコレートと、確かにこのクッキーも生クッキーっていう名前を歌ってたのね。生クッキーって珍しくない？だってその辺のコンビニで買えるクッキーではないわけ。サクッてよりかはもちもちっとした感じの食感だと思うのね。どうしよう、一個食べようか。クッキーね。いいかなって食べてみようかな。ほら、サクじゃないのよ。なんかこう、もっちりしてる感じ。よし。じゃ、いただきます。うん。外側は、サクサクしてるのね。でも中は、しっとりしてる。なんて言うんだろう。で、香ばしい香りがして、ね、甘いって感じじゃない。素材の旨味というか、甘さ？小麦感も感じるし、でもすごく美味しい。私これ、すごく好きなクッキーです。ザクザクじゃない。しっとりもっちり。で、素材の味を楽しめるクッキーだと思います。もう本当にちっちゃい一口でも、割と食べた時の満足感が高いから、これ一枚で結構お腹いっぱいになるかもしれない。休日のお昼、ランチとかにクッキー一個と、フルーツヨーグルトと、目玉焼きとかでも全然いけるぐらいのボリュームな気がする。女の子は好きじゃないかな、これ。ちょっと残りは、また後からゆっくりいただきたいと思います。美味しい。ごめんなさい、私ちょっとまだ夕飯前なので、あんまり全部食べちゃうと、お夕飯が食べれなくなってしまうので、試食は、クッキーだけに
とどめさせていただいて、あとは実際に皆さん足を運んでね、お楽しみいただけたらと思います。こんな、何の参考にもならないかな。でも、どれも高級ではないし、手に取りやすい価格帯ではあると思うので、もちろんクッキーも1枚から、ご購入はできるので、好きなクッキーを1枚、大須の商店街なので買って、もう食べ歩きしながら他でドリンクとか買ってとかっていうのもありだと思います。で、観音コーヒーさんは、商店街の中にあるカフェなので、いろいろ動き回ってね、疲れたら立ち寄って、コーヒーと一緒にクッキー食べようかな、パウンドケーキ食べようかなっていうのを、例えばデートとかでね、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。では、引き続きね、ちょうど購入品なので、私帰りに、フライングタイガーに寄ったんですよ。なので、そのアイテムたちもここのまま一緒に紹介させていただけたらなと思います。はい。ということで、フライングタイガーでお買い物してまいりました。では、1個目から。はい。こちら、ジッパー付きの袋って書かれてるんですけど、日本語で。グリップシールバックス。ということで、これはね、桜物の絵の柄のジップバッグを買ってきました。普通にね、切れちゃってたの。私の家にあるジップ付きのクリアのバッグがなくなってて、そろそろ買わなきゃなと思っていて、フライングタイガーに行って、あ、そうそう、これなかったわって言って、手に取ったものです。で、今のが桜物で、これがね、ハート。やっぱりね、バレンタイン近くってことで、ハートモチーフのアイテムがすごい売られていました。で、続きましてが、ハートつながりで言うと、このチョコレート。これもね、さっきのスイーツじゃないですけど、まあ、配り用でチョコレートも買ってきました。このパッケージはピンクなんだけど、もう一つ真っ赤っかの、こういう赤のパッケージにされたハートのチョコもありました。何個入ってんのかな ?10 個ぐらい入ってるかな?このタグ可愛いですね。これはなんとなくこのままあげたくなっちゃう。ちなみにこれ原産国はイタリアです。イタリアのチョコレート。っていうだけでなんか急にオシャレだね。イタリアのチョコって聞いただけでなんとなく、なんかテンション上がるイタリア産でした。はい。続きまして、もう一個お菓子をなぜか私買ってるんだよね。シェアって書かれているんですけど、チョコレートバーです。で、これは、いろんな種類があって、なんかナッツが入ってるやつとか、ミルクとか、ビターとかなんかあって、私は、カカオが 71% 以上っていうのを見て、あ、ちょっと買ってみようかなと思って買ってきました。あ、そうそう、カードをいろいろ買ってきました。ポストカード。ポストカードじゃないな、メッセージカードをいろいろ買ってきました。I dig you, I hope you dig me too. dig ってどういう意味なんだろう。しまったな、これ調べてから喋り始めればよかった。dig ってなんだろう、ちょっとここに載せときます。Hey, honey bunny, I love you more than chocolate. And I love chocolate a lot. これもね、なんか色合いが可愛いなと思ったの、このパープルの色が。これでしょ?で、これはね、これ面白いのが、ここをね、コインとかで削るわけですよ。スクラッチになってるのね。で、このスクラッチの答えが、ちょっとだけここに書かれていて、読める?キスとかダンスって書かれていて、これ何なんだろうね、気になるよね。っていうので、買ってみました。ひょっとしたら、だから、me とか書いてあるのかな?私とか書いてあるのかな?かわいそうだよね。これだってスクラッチして、ダンスってなったら、こうダンスして、それでバイバイなわけでしょ?それちょっと男の子かわいそうだよね。せめてチューぐらいってなるかもしれない。何の話だか。っていうカードを買いました。最後がこれ。Sorry, I forget your birthday. ごめんね、あなたの誕生日忘れたわっていう。ねえ、よくありがちじゃないですか。誕生日の日にち過ぎちゃってからお祝いしなきゃいけないわねってなった時に、これをね、使うわけですよ。なんかこれもしものためのバスデカードっていうことで買ってきました。
仲良しの人のね、お誕生日を忘れちゃいけませんっていう感じなんですけど、万が一ね、忘れてなくてもこう過ぎちゃってからお祝いをしなきゃいけない時にはこのカードが使えるかなと思って買ってまいりました。これも色可愛いよね。ピンクに、ブルー、グリーン、濃いピンク、ホワイトで濃いブルー。ね、可愛い。なんかやっぱフライングタイガーは可愛いものがいっぱい。で、続いてが、こちら。お弁当箱買ってきました。私毎日職場にね、お弁当を持って行ってるんですけども、そろそろなんか新しいお弁当箱欲しいなと思って買ってきました。このジンジャークッキーがね、ザ、バレンタインデーマジか、みたいな。ひょっとしたらクリスマスも被ってたかもしれないけど、側面も真っ赤っかで可愛いんですよ。で、正方形で、中は、こんな風に仕切りがあるんだけども、これ全部ね、取り外して使うこともできるので、まあ、その時々好きなようにね、使えばいいかなと思って購入してきました。で、続いて最後です。私ずっとキーリング的なものが欲しいなと思っていたのですよ。自分の家の鍵をくくりつける何やらが欲しいなと思っていて、可愛いキーホルダーを見つけました。こちら。可愛くないですか？なんだかよくわかんないけど可愛くないですか？でね、これ、ペットアクセサリーって書いてあったの。多分ワンちゃんとかに、の首輪につけるアクセサリーだと思うのね。それはもう人間様は私自ら使ってやろうっていう魂胆なんですけど。え、可愛くないですか？この赤とか、赤のハートよ。めっちゃ可愛い。ただこれはね、傷つけないように大事に使わなきゃなと思ってます。パステルカラーのピンクもブルーも可愛いよね。ペールトーンで可愛い。ひょっとしたらこういうのってこうバッグのチャームにしても可愛いかもしれない。うまいこと使っていきたいなと思います。はい、以上が私の購入品紹介になります。今回の動画はだからそのスイーツ巡りと、まあ、フライングタイガーでの購入品だったんですけど、いかがだったでしょうか？参考になったらいいなと思います。あと、大須商店街は本当にこう、行くと新しい発見とか出会いがあったりするので、本当おすすめです。では、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ！